はい、皆さんこんにちは。2回目ぶりのアノンです。今日は、陰と陽を混ぜた感じで撮ったり、あと一つはなんかちょっとおへそが見える感じ、あ、みんな見えるんですけど、なんかちょんって見えるやつがあったりします。では問題です。デギデギデン。私が着た、衣装は何着あったでしょうか。答えはまた教えます。ありがとうございました。皆さんこんにちは、柳ゆきです。過去4回目で一番清楚で清純な柳が見れるんじゃないでしょうか。まもなく24歳になる大人の柳ゆきが見れるんじゃないですかね。すごく楽しい撮影でした。スタッフさんもね、皆さんいい人ばかりで本当助かっております。ぜひ楽しんでください。はい、撮影が終わりました。今回の撮影はちょっと高校を卒業して、ちょっともう新社会人ということで、ちょっと大人っぽい感じのグラビアを撮りました。皆さんぜひ締めをお楽しみに。
シュープレさんの撮影が終わりました。一人でいろんなパターンのいろんなお洋服とかいろんな水着とかいろんなポーズとかでたくさん撮影できてすごい楽しかったです。皆さんもぜひ私のソログラビアの姿をチェックしてみてください。青江田野です。今日すべての撮影が終わりまして、かっこいい衣装と、もうかっこいいメイクとっていうすべての力に本当に助けられて、楽しんで撮影を終えることができました。これをたくさんの人に見てもらえるのがすごく楽しみです。よろしくお願いします。